2008年のビンとシンポジウムにて、ニコラス・ジョージカーは、アメリカ合衆国の著述家、テクノロジー、ビジネス及び文化について、書籍や論文を発表している。ダートマス・カレッジ及び、ハーバード大学で学んだ。なお以前、ハーバードビジネスレビューで編集者及び、編集責任者として働いていたことがある。2010年に刊行した、ネットバカは、2011年のピューリッツァー賞。 一般ノンフィクション部門の最終候補に選ばれている。2003年にハーバードビジネスレビューへ論文、IT は重要ではないを発表。続いて2004年にハーバードビジネススクールプレスから、IT は重要なのか。情報技術と競争力の衰弱を観光。情報技術が、偏在化、標準化、廉価化するにつれて、ビジネスにおける、 情報技術戦略の重要性は低減していると主張し大きな反響を喚起した。IT 産業に騒動を巻き起こし、マイクロソフト社、インテル社、ヒューレットパッカード社などの主要企業役員の激烈な反応を招いたが、その主張を支持する声も多く聞かれた。さらに2004年論争的な論文、コーポレートコンピューティングの終焉を MIT スローンマネージメントレビューに発表。ここでは、将来、企業は IT を設備サービスの一環として外部から調達することになるだろう、と述べている。2008年1月には、クラウド化する世界、ビジネスモデル構築の大転換を WW ノートンから観光。これはインターネットを基本とする、コンピューター技術が、経済、社会にもたらすものを、 20世紀の電気産業と比較しつつ考察するものである。2008年1月、ブリタニカ百科事典のアドバイザー評議会のメンバーとなった。自身のブログ、ラフタイプでは、楽観的なテクノロジー思想に対する批判を行っており、とりわけインターネット上のソーシャルプロダクションを持ち上げる論理に批判的である。二千五年には、Web2.0 の非道特性と題したエッセイを、 発表し、ウィキペディアやブロゴスフィアなど、ボランティアによる Web2.0 的プロジェクトについて、これらは経済的に不利な立場に置かれるプロフェッショナルの仕事を駆逐し、最終的に社会に害をもたらすと批判している。批判に対し、ウィキペディアの共同設立者の一人で現在は、事実上の代表者であるジミー・ウェールズは、例として惹かれたウィキペディアの記事を、 ほとんど読むに耐えないクソだと認め、どうすればいいのだろうか、とウィキペディアの質を改善するためのアドバイスを求めた。2007年5月、ウィキペディアのページが検索結果の多くを占めるのは、インターネットのトラフィックと権威が結びついた、危険な状態であり、情報職民を導くものだと指摘。さらに2007年8月、ウィキペディアが時間を減るにつれ規則や、 完了性など複雑な仕組みを作り上げる傾向があることを批判する中で Wikipedia の管理者に対する別称、w i k i ラ l u t s を発明した。ありがとうございます。